はいどうも皆さんこんにちは。今回は条約改正運動についてお話していきます。江戸時代に日本が各国と結んだ条約は日本にとって不利な条約、いわゆる不平等条約でした。もちろん政府はこれを良くないと思っており、平等な条約に改めようと条約改正運動を行っていきます。ということでこの動画では明治政府がどのようにして条約改正に取り組んでいったのかを確認していきましょう。そもそも不平等条約とは何かということからお話しします。意味は漢字の通り平等でない事柄が盛り込まれている条約です。日本は江戸時代末期に欧米列強と不平等条約を結んでいました。一体何が不平等だったのかというと、大きく分けて3つの要素があります。関税自主権の喪失、治外法権の承認、最恵国待遇の承認、以上3つです。順番に見ていきましょう。まず1つ目の関税自主権の喪失についてお話しします。例えばある国が日本から商品を輸入します。その場合その国はこの商品には 5% の税金をかけるとか、この商品には 30% の税金をかけるといったように自分で税率を決めることができました。しかし反対に日本が他の国から商品を輸入した場合は、商品にかける税率を日本だけでは決めることができなくて、相手国の同意が必要でした。この点が不平等だったのです。次に2つ目の治外法権の承認についてお話しします。例えば日本人がある国に行って犯罪行為を行ったとします。その場合その日本人はその国の裁判官によってその国の法律で裁かれました。しかし反対に外国人が日本で犯罪行為を行った場合は、日本人ではなくその国の裁判官によってその国の法律で裁かれました。この点が不平等だったのです。最後に3つ目の最恵国待遇の承認についてお話しします。例えば A という国が日本と条約を結ぶとします。その後 B という国とも条約を結びました。この時に後に結んだ B の方が先に結んだ A よりも有利な待遇を与えられていたら、自動的に B の有利な待遇を A にも適用するというのが最恵国待遇の承認です。もうわかるかと思いますが、日本は他の国にこの最恵国待遇を認めていたのに、他の国は日本にこれを認めていませんでした。この点が不平等だったのです。こうして明治時代になると政府は不平等条約の改正に取り組むようになっていきます。まず最初に取り組んだのは岩倉使節団でした。彼らの目的の一つが不平等条約の改正交渉の準備だったのです。しかし彼らはアメリカとの条約改正交渉に失敗、外交の厳しさを思い知らされて、条約改正交渉はすぐに諦めてしまいます。この岩倉使節団が帰国した後に条約改正交渉に取り組んだのが寺島宗則です。寺島宗則というのは当時の外務卿、つまり日本の外交を担当していた人物です。彼は正面からアメリカと交渉し、関税自主権の回復などを認めた協定を結ぶことに成功しました。しかし当時の日本にとって最大の貿易相手国はイギリスです。そのイギリスから反対されたことで、アメリカとの間の新しい協定は実施されませんでした。こうして条約改正に失敗した寺島宗則は外務卿を辞職してしまうのです。次に外務卿となったのは井上馨です。井上は寺島の失敗を見ているので、正面から税権の回復を要求してもダメだと考えました。そこで井上は段階を踏みながら条約の改正を目指そうとしたのです。一つ目の段階が欧化政策、二つ目の段階が不平等条約の一部回復、三つ目の段階が不平等条約の全部回復です。そもそもこの不平等条約の原因は、アジアの国々はまだ発展途上だ、法律や規則が整備されていない、条約で我らの安全を保障してもらわないと安心できないと欧米の人々が考えていることでした。なので井上は、日本は発展途上ではない、明治になって近代化した、あなたたちの安全は保障できるとアピールしていきます。これが有名な鹿鳴館外交です。鹿鳴館というのはルネッサンス式の迎賓館のことで、この頃に建てられた建物です。上流階級の人々が集まる場所として期待されたこの建物では、連日のように政府の役人が舞踏会を開いたりバザーを行ったりしました。日本は欧米と同じような生活を送っている、そのように世界にアピールしたかったのでしょう。こうして近代化を世界にアピールした上で、井上馨は2つ目の段階に進みます。
最初から不平等な要素を全部回復することは難しいので、まずは一部を回復することを目指したのです。しかしここで出てくるのがまたイギリスです。再びイギリスが反対したことにより一部回復すら失敗。それならばと井上馨は列国の人々に向けて、日本も大きく譲歩するから不平等条約を改めてくれとお願いします。つまり外国人に日本国内の旅行、居住、商業、産業の自由を認める。また法律も欧米諸国に倣って完備し、日本の裁判所には外国人判事を置く。さらに外国人が関係する事件には外国人判事の数を多くすると言って譲歩して、その代わり治外法権も全廃してくれ、税率も引き上げてくれとお願いしました。こうしてようやく列国の同意を取り付けることに成功したのです。しかしこれが大きな批判を呼びます。理由は簡単、譲歩しすぎていたからです。フランスの法律学者であるボアソナードが、井上の条約案は危険極まりない、このままでは日本で反乱が起こる可能性もあると言って反対。さらに現職の農商務大臣だった谷立樹が、今の政府は外国人にへりくだりすぎだ、このような大事なことは国会を開いた後に決めるべきだと言って政府を批判して大臣を辞任しました。これに拍車をかけたのがノルマントン号事件です。イギリスの貨物船ノルマントン号が奇襲沖で座礁し沈没。その際にイギリス人の船長と船員は全員ボートで脱出しましたが、日本人の乗客25名は全員船内に放置されて溺死するという事件でした。この事件の裁判でイギリス人の領事が船長に無罪を言い渡したことに日本の国民は激怒。イギリス人領事がイギリス人船長に有利な判決をした、不平等条約のせいだと言って井上馨の弱腰外交に批判が集中。結局井上馨は世論の攻撃を受けて辞職に追い込まれました。このような井上外交に対する反発が、以前の動画でお話しした三大事件憲白運動につながっていきます。井上外交に反発した民権派が東京に集合。これを受けて政府は保安条例で反政府派の人々を東京の外に追放しました。さらに政府は運動の中心人物だった後藤象二郎を政府に取り込むことで民権派の分裂を誘い、大隈重信までも政府に取り込むことに成功するのです。こうして大隈重信が伊藤内閣の外務大臣となり、条約改正に向けて動き始めます。そんな大隈重信の作戦は、最も強硬に反対しているイギリスを後回しにして、ドイツ、アメリカ、ロシアの同意を取り付けた後にイギリスを賛成せざるを得ない状況に追い込むという作戦でした。こうして大隈は各国と個別に話し合っていき、実際に3カ国の同意を得ることに成功します。日本国民はその大隈の活躍を見て、さすが大隈重信だと喜んでいました。しかし事態が一変します。大隈重信の改正案が新聞に載ったのです。その内容は以前よりはマシになったものの、依然として外国人の裁判官を認めていました。これを聞いた国民は激怒、またも反発が起きていきます。ある日会議を終わらせた大隈重信が外務省に入ろうとしたところ、来島恒樹という人物が大隈重信を襲撃、爆弾を投げつけられたことにより大隈は右足切断の重傷を負います。これを受けて内閣は総辞職し、条約改正中止が決定しました。大隈は足を失って失脚したのです。このように条約改正運動というのは、日本と外国の間で話がまとまるかと思ったら、日本国内から改正案に反対する声が上がるという形で進んできました。大隈重信の後を継いだ青木修造も国内の意見をまとめることができず、大津事件の責任を取って辞職、続く榎本武明も政府内部で十分な支援を得られませんでした。そのような状況を変えた外務大臣が陸奥宗光です。彼の下で改正交渉はようやく軌道に乗っていきます。一番の理由は世界の日本に対する見方が変わったことですが、シベリア鉄道の建設も関係しています。シベリア鉄道というのは当時ロシアが建設していた鉄道で、ロシアの東西をつなぐ鉄道でした。もしもこの鉄道が完成したら我々にとっても脅威だ、そう考えたイギリスは日本を味方につけてロシアと対抗しようとしたのです。ということでイギリスは日本に協力的になり、条約改正に賛成するようになります。こうして締結されたのが日英通商公開条約です。その内容は税権の一部回復、領事裁判権の撤廃、最恵国待遇の相互平等というもので、税権
という点で見ると、まだ完全には対等ではなかったものの、平等条約に大きく近づきました。このイギリスに続いて欧米各国とも新しい通商公開条約が結ばれていきます。こうなると残る課題は関税自主権の完全回復です。これはまだまだ先の話ですが、この動画でお話ししておきます。改正条約の満期を迎えた時の外務大臣は小村寿太郎という人物でした。彼の下で再び改正交渉が始まっていくのですが、時期的に言うと日露戦争が終わった後、日本の国際的地位は十分に高まっている頃です。もはや列国の反対もなく、関税自主権の完全回復が実現しました。こうして日本は条約改正を成功させたのです。さて、いかがだったでしょうか。今回お話しした外交も政治と密接に関わっていることが分かったかと思います。それでは再び次の動画からは政治の話に戻っていきましょう。ということで、次の動画では大日本帝国憲法についてお話ししていきます。それではまた次の動画で。